世界でリチウムイオン電池の開発が急ピッチで進んでいます。日本が潜水艦にリチウムイオンを搭載したことから、世界の流れが変化しました。今回は、海上自衛隊最新鋭潜水艦を詳しく見ていきます。スターリングエンジンの欠点は、低出力というデメリットを抱えていましたが、リチウムイオン電池は、高出力での運用が可能となり、充電時間の短縮も、まさに次世代なですよ。2022年2月現在、ロシアのウクライナに対する軍事侵攻が危惧される状態が続いており、旧ソ連時代の冷戦終了以後のヨーロッパで最大規模の危機的状況にあると各方面からの指摘がなされている。歴史的に見ても、ウクライナはかつての旧ソ連を形成した地域国家の一つであり、その中でも最大規模の面積や人口、各種のインフラを持つことから、ロシアが、再び、これを支配下に置きたいことは明白だろう。すでに併合を強行したクリミアの時と同様に、ウクライナに住むロシア系住民の保護を名目として、ロシアが、軍事力を背景に、強制力を行使し、その、NATO 加盟を阻止して、自国の勢力圏を保持しようとしている。ロシア、ウクライナともに内陸の大陸国家であるため、ロシアは国境に多数の陸上兵力を差し向けており、その気になれば、軍事侵攻によって、ウクライナの首都キエフを短時間で陥落させることが可能だと見積もられている。ただし、実際の軍事侵攻が行われるか否かについては、そこまでする利点は大きくないのではないかと指摘する専門家の声も多く、あくまで、ウクライナ側の情報を引き出す脅しだという見方が多いようだ。日本からしてみれば、ウクライナは、遠い異国の地であり、そのロシアの軍事的脅威という、事態に、リアリティや共感を得ず、ないことは事実で、かつ、島国として、国境線での軍同士の対峙という、構図も同様だろう。しかし、ウクライナ問題が、このまま、ロシア側の思惑通りに、NATO 加盟を阻止して、その地への支配力を強める方向に進むとするならば、軍事力を背景にした、こうした行動を同様に推進しかねない国の行動を後押ししかねない。これは、日本の周辺においては、中国が台湾の併合を決断することへの影響が、最も警戒される点であり、これが、一度現実となれば、尖閣諸島を中国が手中に収める事態も覚悟しなくてはならないだろう。幸いなことに、日本は地理的要因として広い領海で四方を囲まれている状態にあるため、中国が尖閣諸島方面を入手するには、艦艇等によってそれを実行し得る戦力を送り込む必要があり、地上戦のように即座には行えない。こうした中国軍の進出を防止するのに、最も効果的な戦力と考えられるのが、それらの中国軍艦艇の接近阻止を行える潜水艦であり、この2021年度末には、ようやく当面の目標であった22隻体制が構築できる見込みだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦は、大鯨型であるあるが、この一番艦で、ネームシップの大鯨は、2017年度末に三菱重工業者の神戸造船所で寄港され、4年の歳月を経て、収益に向けて最終の調整が行われている。大鯨型は水上排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルの艦体を持つ、通常動力型潜水艦としては、世界最大規模の大きさを誇るディーゼルエレクトリック方式の艦だ。前級である、そう、流型の最終の2隻、
11番艦の桜竜や12番艦の東竜と同様に、タイゲイ型はディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池とモーターを機関に採用。その方式を設計時点から前提としている。桜竜以前の双竜型10隻は、その当時は画期的と言われた、ディーゼルエンジンと鉛蓄電池とモーター、そして、スターリングエンジンを搭載したハイブリッド推進であり、いわゆる非対機依存推進を実現させていた。その当時の通常動力型潜水艦は、長時間の連続潜航を実現するために、非対機依存推進の機関部を搭載することが、最良の選択と考えられており、海上自衛隊でも、その定義にのっとり、初期の、双竜型の機関構成を選択していた。桜竜以降の、双竜型へ、従来の鉛製に変えて、リチウムイオン製の蓄電池の搭載が決定した時点でも、当初は、スターリングエンジンの廃止まで、破想定はされておらず、併用の可能性もあったという。実際、初期の、双竜型では、水中での最大出力は8000馬力、速度は20ノットと公表されているが、桜竜以後は、これが、同5600馬力、同18ノットとカタログ数値上はスペックダウンしている状態である。しかし、こうした最大出力や速度といった、瞬発的な数値よりも、リチウムイオン製の蓄電池の持つ水中での、持続的な力の発揮こそが運用上では優れていると判断され、海上自衛隊の用途に合致すると見込まれたのだろう。現在2022年時点でも、桜竜以後の海上自衛隊の潜水艦のように、リチウムイオン蓄電池を搭載する量産型の潜水艦は他国では登場しておらず、韓国が今後の土産アンチャン補給の2段階目で搭載する予定のままだ。前述のように、桜竜以降の海上自衛隊の潜水艦の潜航時の最大速力は18ノットと、他国の原子力推進型の攻撃型潜水艦が、軒並み30ノット前後の速力を発揮可能なことと比較すれば、劣勢は否めない。ただしに、海上自衛の潜水艦作戦の基本は、日本に接近してくる敵艦艇の接近阻止にあり、これを実現するための重要海域での待ち伏せを行うことに主眼が置かれているため、単純比較でその優劣を論じるのは無意味かもしれない。ただし、昨年2021年9月にオーストラリア海軍がこれまでの通常動力型潜水艦調達の方針を改め、アメリカもしくはイギリスから攻撃型原子力潜水艦を調達すると打ち出したことから、日本もこれに習うべきとの意見も出始めている。しかし、オーストラリア海軍が原子力潜水艦を保有しようとする目的は、自国からは遠い南シナ海にそれらを展開し、搭載する長射程の対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイル等によって、中国への牽制を図る点にあると思われる。それを考慮すれば、拙速に、日本も、原子力潜水艦を保有するべきだと唱える前に、従来のタイゲイ型までの潜水艦には、対艦攻撃用の魚雷やハープーン巡航ミサイル等の兵装しか実装していない点を議論すべきだろう。こうした潜水艦の使用、運用目的を明確にし、それに沿った作戦行動を起とした上でなければ、今の海上自衛隊に原子力潜水艦が必要な戦力かという、判断を下すのは困難であり、貴重な予算を無駄にしかねない。自衛隊が対地攻撃能力を有する兵器を保有しようとすることは、敵基地攻撃能力を施行することであり、攻撃的兵器の保有を禁じた憲法9条に抵触するから、違憲であるとの言説が、すでに
反対勢力からは噴出している。基本的に、これまでに、日本の自衛隊は、攻撃的な機能を在日アメリカ軍に任せることで、自身は防御に特化した装備で対応してきたわけだが、これを機に、今後の防衛政策に、有用な議論がなされることを願いたい。アメリカ海軍情報局、オフィス・オブ・ネイバル・インテリジェンスの報告によれば、2020年時点で、中国海軍は、SLBM 搭載の戦略型原子力潜水艦を4隻、攻撃型原子力潜水艦を4隻、通常動力型攻撃型潜水艦を55隻は保有しているとみている。この数は、2030年には、少なくとも、あと10隻は増加すると見込まれており、これを裏付けるかのように、2004年以降には、日本の接続水域内を先行航行する、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦の確認例が増加している。